今回は乃木坂46の謎について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って、いろんな噂があるよな。特に多いのが、整形疑惑とか、熱愛疑惑とか、飲酒疑惑とかだな。そうよね。よく、ネットでも話題になってるわよね。まず、整形疑惑についてだが、メンバーの中には、デビュー当時と現在で顔が変わったって噂されてるメンバーもいるんだぜ。本当かしら？でも、アイドルはみんな綺麗だから、メイクとかで変わることもあるんじゃないかしら？各家に、メイクや髪型で印象は変わるけど、整形疑惑が出てくるくらいだから、何かしら変化があるんだろうな。例えば、元乃木坂46の堀未央奈なんかは、デビュー当時と比べて鼻筋が通ったり、目が大きくなったって噂されてるんだ。なるほど。確かに、写真で見比べると、ちょっと違うような気もするわね。他にも、高山和美とかも、整形疑惑があるって噂されてるぜ。彼女は、デビュー当時と比べて、顔がシャープになったって噂されてるんだ。そうなのね。でも、高山さんは、もともと可愛いから、整形しなくても、十分綺麗だと思うわ。まあ、整形したのかしてないのかは本人しかわからないんだけどな。でも、整形疑惑が出るのは、それだけメンバーが綺麗だってことの裏返しでもあるんだぜ。そうよね。乃木坂46のメンバーは、みんな綺麗でスタイルもいいから、憧れるわ。次は、熱愛疑惑についてだ。乃木坂46は、恋愛禁止ってルールがあるんだけど、それでも熱愛疑惑が浮上することがあるんだぜ。そうよね。アイドルは、恋愛禁止ってことが多いわよね。でも、人間だもの。恋愛したい気持ちはわかるわ。例えば、松村さゆりは、過去に熱愛の噂があったんだぜ。相手は、同じ事務所の先輩だったって噂されてるんだ。本当かしら？でも、事務所の先輩だったら、仕事で会う機会も多いから、仲良くなるのも仕方ないんじゃないかしら？各課に、仕事で会う機会は多いかもしれないけど、事務所から恋愛禁止って言われてるのに、熱愛報道が出ちゃうのは、ちょっと問題だよな。熱愛疑惑が出ると、ファンはショックを受けるし、グループのイメージも悪くなる可能性もあるんだ。そうよね。ファンは、アイドルに夢を託してるから、恋愛報道はショックよね。最後に、飲酒疑惑についてだが、高山和美は、飲酒疑惑で炎上したことがあるんだぜ。彼女は、お酒を飲んでいた写真が流出して、炎上したんだ。本当かしら？でも、大人になったらお酒を飲むのは普通じゃないかしら？各家に大人になったらお酒を飲むのは普通なんだけど、アイドルはお酒を飲んではいけないってルールがあるんだ。飲酒疑惑が出るとファンは失望するし、グループのイメージも悪くなる可能性があるんだ。そうよね。アイドルはみんなが憧れる存在だから、お酒を飲んではいけないってルールがあるのはわかるわ。他にも、乃木坂46には、いろんな噂があるんだぜ。例えば、秋元真夏は、堂本剛の生まれ変わりって噂されてるんだ。本当かしら？なんで、そんな噂が流れてるのかしら？理由はよくわからないけど、秋元真夏と堂本剛は、顔が似てるって言われてるんだぜ。それに、二人は、どちらも音楽が好きで、才能があるって共通点もあるんだ。なるほど。確かに、二人は、顔も性格も似てるのかもしれないわね。でも、あくまでも噂だから、信じるか信じないかは、あなた次第だぜ。そうよね。噂は噂よ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回はアイドル界の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、乃木坂46でいろいろ騒動があったよな。特に新センターの件とか、パパ活疑惑とか。そうね、ネットでも話題になってて、いろいろ気になるわ。まず、パパ活疑惑についてだけど、これはアイドル界ではよくある話なんだぜ。本当？でも、アイドルって、清純なイメージがあるから、ちょっと信じられないわ。まあ、実際にはいろいろあるんだよな。特に、人気が出れば出るほど、金銭的な誘いも増えるんだ。なるほど。でも、なんで、そんなにお金が必要なの？理由はいろいろあるんだけど、例えば、
事務所からお金がもらえてないとか、生活費が足りないとか、そういう理由もあるんだよ。事務所からお金がもらえてないって、どういうこと？事務所によっては、アイドルに給料を払わず、むしろ逆にレッスン代や衣装代を請求するところもあるんだぜ。そんなとこもあるの？あるんだ。事務所が儲かれば、アイドルは儲からないってこともあるんだ。それはひどい話ね。それに、アイドルは収入が不安定だから、自分で稼がないといけない場合もあるんだよな。稼ぐって、どういうこと？例えば、ファンからお金をもらったり、スポンサーを見つけたり、そういうことだ。ファンからお金をもらうって、どういうこと？例えば、ファンとの食事会とか、握手会とか、そういうイベントでファンからお金をもらうんだよ。そういうのって、事務所が認めてるの？事務所によっては、そういうイベントを認めてるところもあるんだぜ。そうなのね。事務所が認めてなくても、裏でファンと繋がっているアイドルもいるんだよ。裏で、って、どういうこと？例えば、ファンと密かに会ったり、連絡を取ったり、そういうことだ。それは、ちょっと怖いわ。まあ、ファンの中には、アイドルと関係を持つために、お金を使う人もいるんだよ。お金を使う？例えば、高級なプレゼントを送ったり、旅行に連れて行ったり、そういうことだ。それは、もはやファンじゃないわ。そういう人もいるんだよな。でも、どうしてそんなことをするんだろう？それは、アイドルに執着しているからだよ。執着？アイドルは、ファンにとって、憧れの存在なんだ。憧れの存在？アイドルは、完璧で、美しい存在のように見えるんだ。そうね。だから、ファンは、アイドルに近づきたいと思うんだ。なるほど。そして、ファンは、アイドルとの関係を維持するために、お金を使うんだ。お金を使う？例えば、アイドルがイベントで着る衣装代とか、アイドルの誕生日プレゼント代とか、そういうお金だ。それは、ちょっと違う気がするわ。まあ、ファンは、アイドルに貢ぐことで、自分の存在価値を感じているのかもしれないな。存在価値。アイドルに認められることで、自分の人生が充実していると感じているのかもしれないな。それは、ちょっと寂しい話ね。まあ、アイドルとファンの関係は、複雑なんだぜ。そうね。でも、アイドルも人間なんだ。人間？アイドルも、悩みや苦しみを抱えているんだよ。悩みや苦しみ？例えば、人気が出ないこととか、事務所とのトラブルとか、そういうことだ。それは、大変ね。アイドルは、常に笑顔でいるように求められるけど、実際には、そうじゃないんだよ。そうなのね。アイドルは、私たちが思っている以上に、辛い状況にいることもあるんだ。それは、知らなかったわ。だから、アイドルを応援するときは、彼らのことを理解して応援してほしいんだ。そうね。アイドルは、私たちにとって、夢や希望を与えてくれる存在なんだ。そうね。アイドルを応援することで、私たちは、自分の人生を前向きに生きていくことができるんだ。それは、本当ね。だから、アイドルを応援することは、大切なことなんだ。そうね。アイドルを応援することで、私たちは、自分自身を成長させることができるんだ。そうね。アイドルは、私たちにとって、大切な存在なんだ。そうね。アイドルを応援しよう。うん。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46の3つの疑惑について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず最初の疑惑は、まゆたんこと田村正輔のカンニング疑惑だぜ。カンニング？どういうことなのね。2024年の乃木坂工事中って番組で、まゆたんがカンニング疑惑をかけられたんだ。え、本当？どういう状況だったの？番組内でクイズが出題されたんだけど、まゆたんが答えを見てるように見えたって話なんだ。見えたように見えた？そう、実際にカンニングしたかどうかはわからないんだけど、視聴者から疑惑の目が向けられたってわけだ。なるほど。でも、実際にカンニングしたかどうかはわからないんでしょ？うん、実際にはわからないんだよな。でも、この疑惑は、まゆたんだけでなく、乃木坂46全体のイメージにも影響を与えたみたいだ。それは大変ね。じゃあ、次の疑惑は？次の疑惑は、元乃木坂の堀美央奈の整形疑惑だぜ。整形？
堀美央奈は、かつて整形疑惑を否定していたんだけど、2024年に自身の整形疑惑に憤慨し、目頭切開を認めたって話があるんだ。え、整形してたの？まあ、整形したかどうかは本人しかわからないけど、噂では整形したって話が広まってるみたいだ。整形してもいいんじゃないの？うん、別に整形しても問題はないんだけど、整形を隠してたことによって、ファンを裏切ったって意見もあるみたいだな。難しいわね。最後の疑惑は、乃木坂46に整形疑惑が浮上したって話だぜ。え？また整形？そう、2024年に、あの有名な美容整形外科医 T が、乃木坂46のメンバーに整形疑惑があるって暴露したんだ。誰なの？具体的に誰かは明かされていないけど、T は、乃木坂46のメンバーが整形をしている可能性を示唆したんだ。怖いね。整形疑惑は、ファンだけでなく、芸能界全体でも大きな話題になったんだ。アイドルだって人間だから、整形してもいいんじゃない？うん、別に整形しても問題はないんだけど、整形がバレたことによって、アイドルのイメージが悪くなったり、ファンが傷ついたりする可能性もあるんだ。確かに、そうね。このように、乃木坂46は、様々な疑惑に包まれているんだ。本当に大変ね。でも、これらの疑惑は、あくまでも噂に過ぎないんだ。そうね。真相は本人たちにしかわからないんだよな。確かに。だから、憶測だけで判断するのは危険だよ。わかったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は乃木坂46の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、乃木坂46のメンバーの熱愛疑惑とか、不正疑惑とか、いろいろ出てるよな。そうね。でも、本当はどうなのかしら？アイドルは、表面的にはキラキラしてて、ファンに夢を与えてるように見えるけど、実際はそうじゃない場合もあるんだぜ。ええ、どういうこと？例えば、熱愛疑惑。アイドルは恋愛禁止ってイメージがあるけど、実際は人間だから、恋愛することもあるんだ。でも、恋愛を公表するとファンが離れる可能性があるから、隠すことが多いんだぜ。なるほどね。でも、隠すのは、ちょっとずるい気がするわ。確かに、ずるい面はある。でも、アイドルだって、普通の女の子なんだよ。恋愛したい気持ちも、抑えられないこともあるんだぜ。そうよね。でも、ファンは裏切られたって思う人もいるかもしれないわ。ファンは、アイドルに夢を見てるから、現実とのギャップにショックを受けることもあるだろうな。でも、アイドルだって人間なんだ。完璧な存在じゃないんだよ。そうか。でも、ファンは、アイドルを信じて応援してるのに、裏切られたみたいで、悲しい気持ちになるわ。ファンも、アイドルも、どちらも辛い立場だよな。でも、どうすればいいの？アイドルが、自分たちのことを正直に語ることで、ファンとの距離を縮めることができるかもしれない。正直に語るって、具体的には？例えば、恋愛を公表したり、プライベートなことを少しだけ公開したり。それは勇気がいるわね。確かに、勇気がいる。でも、ファンは、アイドルの正直な姿を見て、もっと好きになるかもしれない。そうかもしれないわね。あとは、ファンも、アイドルは完璧な存在じゃないってことを理解することが大切だ。理解するって、どういうこと？アイドルは、人間だから、ミスをすることもあるし、失敗することもある。それを受け入れることが大切なんだ。確かに、ミスも失敗も、人間なら誰でもあるわね。ファンは、アイドルを人間として受け入れることで、アイドルとの距離を縮めることができる。そうすれば、お互いに傷つくことも減るかもしれないわね。アイドルとファンの関係は、難しい面もあるけど、お互いに理解し合うことで、より良い関係を築くことができる。そうね。これからも、乃木坂46のメンバーを応援していきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は乃木坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って、悪部48の公式ライバルグループだって知ってるよな？そうよね。よく聞くわ。でも、実はね、乃木坂46って、悪部48とはちょっと違う部分があるんだぜ。どういうことなのね？まず、メンバーの選抜方法が全然違うんだ。
部48は、毎年総選挙ってやつをやって、人気投票で選抜メンバーを決めるだろ？そうよね。総選挙はすごい人気よね。でも、乃木坂46は、総選挙なんてやってないんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。乃木坂46は、選抜メンバーを、運営が決めるんだ。運営って、どういうことなの？簡単に言うと、事務所の人たちだよな。乃木坂46の運営は、ソニーミュージックって会社がやってるんだ。なるほどね。だから、乃木坂46は、運営が選んだメンバーで、工藤を出したり、テレビに出たりするんだぜ。ということは、運営が気に入ってるメンバーが、選抜メンバーになるってことよね。その通りだぜ。だから、乃木坂46では、総選挙みたいな、ファンが投票するイベントは、やってないんだ。へえ、そうだったんだ。それから、乃木坂46は、アクブ48よりも、メンバーの数が少ないんだ。アクブ48は、100人以上いるけど、乃木坂46は、36人しかいないんだぜ。そうなのね。人数が少ない分、メンバー一人一人の活躍が目立つのかもしれないわね。そうだな。乃木坂46は、メンバー全員が、歌もダンスも、かなり上手いんだぜ。すごい。乃木坂46って、本当に実力派なんだね。だから、乃木坂46は、アクブ48と違って、実力主義なんだぜ。なるほどね。だから、乃木坂46は、AKB48 よりも、人気が高いのかもしれないわね。まあ、それは、一概には言えないけどな。でも、乃木坂46は、アクブ48とは、ちょっと違うグループだってのは、覚えておいてくれよな。わかったわ。他に質問はないのか？今のところはないわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って、アイドルグループだよな？そうね。人気アイドルグループよね。最近、いろいろ噂になってるんだぜ。噂？具体的にはどんな噂なの？例えば、山下美月って、コピー疑惑があるんだぜ。コピー疑惑？どういうことなの？他のアイドルとか、先輩とかを真似してるって話だよな。そうなのね。具体的に誰を真似してるの？例えば、斉藤飛鳥とか、他のグループのアイドルとか、いろいろ真似てるって話があるんだぜ。それはちょっとショックだわ。他にも、橋本七海とか、堀美央奈とか、いろいろ噂になってるんだぜ。いろんな噂があるのね。でも、本当かどうかは、わからないわよね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？
ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど、そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、乃木坂46のメンバーに関する噂が絶えないよな。飲酒疑惑だとか、整形疑惑だとか、疑惑だとか。そうよね。ネットニュースでもよく見かけるわ。でも、実際のところはどうなの？まあ、噂は噂だからね。全部本当ってわけじゃないだろうけど、中には真実が含まれている可能性もあるんだ。え、本当？具体的に教えてくれる？例えば、大和里奈の飲酒疑惑。あれは、死に写真好きで報道されたんだけど、本人は否定しているんだ。そうなのね。でも、写真に写ってるのは確かに大和里奈よね。写真だけじゃ判断できないんだよな。もしかしたら、合成の可能性もあるし、単なる誤解かもしれない。合成の可能性もあるのね。それに、未成年の飲酒は法律で禁止されているけど、実際に飲酒していたとしても、本人だけが罪を負うわけじゃないんだ。どういうこと？未成年に酒を提供した大人も罪に問われるんだ。つまり、大和里奈が本当に未成年で酒を飲んでいたとしても、その場を提供した大人も責任を負うことになるんだ。そうだったのね。だから、写真を見ただけで、大和里奈が悪いとは決めつけられないんだ。なるほど。他にも、山下美月のぽっこりお腹に関する噂もあるよな。あれは、ファンが安堵したって記事になってたけど、一体どういうことなんだ？そうね。ぽっこりお腹って。あれは、ダイエットに失敗したとか、病気かもしれないって噂があったんだ。ファンは、彼女が健康そうで安心したって反応だったらしい。ファンは心配だったのね。でも、実際にはただの体質とか、服のせいだったかもしれない。そうかもしれないわね。要は、ネットの情報は鵜呑みにしちゃダメなんだ。そうよね。情報を見極めることが大切ね。それから、白石麻衣の疑惑。これは、松村翔百合と中田香奈が暴露したって話だけど、これも真実かどうかはわからない。本当かしら？噂によると、白石麻衣はメンバーに対して、発言を繰り返していたんだって。具体的には、体型に関する否定的な発言とか、プライベートなことに干渉する発言とか。そんな。まあ、暴露した本人たちだけが真実を知っているから、本当のところはわからない。確かに。ただ、は許される行為じゃないから、もし本当なら、白石麻衣は謝罪すべきだろう。そうよね。最近では、堀美央奈がネット民に整形疑惑を指摘されたって話もあるんだ。整形疑惑？昔の画像と比較されて、顔が変わったって指摘されたらしい。そうね。確かに、
昔の画像と比べると少し変わってるように見えるわ。整形をしたかどうかは本人だけが知っていることだけど、整形をしたとしても別に悪いことじゃないんだよな。そうよね。でもネット上で顔面をするのはちょっと行き過ぎだと思うな。それは確かに。それと元乃木坂の橋本七久間田さんの密会疑惑、これは死に写真付きで報道されたんだけど、彼女は否定したんだって。写真付きで報道されたのに否定したのね。写真を見ただけでは密会していたかどうかはわからない。そうよね。もしかしたらたまたま同じ場所に居合わせただけかもしれないし、別の目的で会っていたかもしれない。なるほど。真相は本人たちにしかわからないから、憶測を立てるのはやめておこうぜ。そうね。結局ネットの情報は鵜呑みにしちゃダメなんだ。そうよね。情報を見極めることが大切ね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46の整形疑惑について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近乃木坂46のメンバーで整形疑惑が話題になってるよな。そうね。特にレイレイさんとカさんの変化がすごいってよく聞くわ。各課にデビュー当時と比べて顔が変わってるメンバーは多いんだ。でも整形って直接聞くわけにはいかないし、本人だけが知ってる真実なんだよな。でもネットではレイレイさんのレイレイが変わったとか、レイレイさんのレイレイが変わったとか、具体的な部位まで指摘されてるわね。ああ、画像を並べて比較してるサイトもあるよな。各課にが変わったり、がシャープになったり、が小さくなったように見えるメンバーもいる。でもメイクや髪型、角度、照明によっても全然違って見えることもあるわよね。そうだね。それに年齢を重ねるにつれて顔つきが変わっていくのは自然なことだし、美容整形を否定するつもりもないんだ。じゃあ結局整形かどうかはわからないの？結論から言うと、整形かどうかは本人にしかわからないんだ。そうね。でも整形疑惑ってどうしてこんなに話題になるのかな？それはアイドルは完璧なイメージでファンを魅了する存在だからだと思うんだ。完璧なイメージ？そう、アイドルは美しい容姿やスタイル、歌やダンスでファンを魅了する存在だから、少しでも変化があるとファンは気になるんだよ。なるほど。アイドルは特別な存在だから、少しの変化も大きく感じてしまうのかしら。まさにその通りだ。それにネットでは情報が拡散しやすいし、噂がどんどん広がっていくんだ。噂が広がりやすいのは困ったものね。だけど整形疑惑の真相は本人だけが知っているんだ。だから憶測や噂で判断するのは危険だよな。そうね。憶測や噂で人を傷つけるのは良くないわ。芸能人のプライベートな情報に立ち入るのも良くないよな。確かにプライベートは尊重すべきよね。だから整形疑惑に関しては本人からのコメントを待つのが一番いいと思うぜ。そうね。本人が公表しない限り詮索するのはやめておきましょう。それにアイドルも人間なんだ。人間？そう、人間だから容姿にコンプレックスを抱いたり、自分の理想を追求したりすることもあるんだ。そうね。アイドルも私たちと同じようにいろいろな悩みを抱えているのかもしれないわね。だから整形疑惑に対するは絶対にやめるべきだ。そうね。は絶対にダメよ。アイドルはファンを笑顔にするために頑張ってるんだ。そうよね。ファンを楽しませるために努力しているのよ。だからファンはアイドルを応援し笑顔にしてあげようぜ。そうね。アイドルを応援して笑顔にしてあげたいわ。整形疑惑の真相はわからないけど、アイドルを応援する気持ちは大切だよな。そうね。アイドルを応援する気持ちを忘れずにいたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46ってアイドルグループだよな。そうよね。でもよく考えたらアイドルグループって一体何なんだ？え、どういうこと？アイドルグループって歌って踊ってファンを楽しませる存在だぜ。確かにそうね。でもその定義って実は曖昧なんだよな。曖昧ってどういうこと？例えばアイドルグループって必ずしも歌が上手い必要はないんだぜ。え、そうなの？もちろん歌が上手い方が良いに決まってるけど、
歌が上手くないアイドルグループだって人気が出たりするんだぜ。なるほど。重要なのはファンを魅了する何かを持っているかどうかだな。ファンを魅了する何かって一体何なの？それはアイドルグループによって違うんだよな。どういうこと？例えば乃木坂46は美少女アイドルグループとして知られているけど、アクブ48は国民的アイドルグループとして知られているだろ？そうね。つまりアイドルグループはそれぞれに個性を持っているんだぜ。個性って難しいわね。個性は見た目、歌、ダンス、キャラクター、いろいろあるんだよな。なるほどね。だからアイドルグループは一概にこうだとは言えないんだぜ。そうか、難しいわね。でもだからこそアイドルグループって面白いんだぜ。確かにそうね。それぞれのアイドルグループがどんな個性を持っているのか探してみるのも楽しいよな。そうね。乃木坂46は美少女アイドルグループとして人気が高いけど、同時に個性の強いメンバーも多いんだよな。どういうこと？例えば白石麻衣はグループの顔として人気が高いけど、同時にクールな印象を持っているだろ。そうね。一方西野七瀬は愛らしいキャラクターで人気が高いけど、同時にちょっとお調子者な一面もあるだろ。確かにそうね。このように乃木坂46のメンバーはそれぞれに個性を持っているんだぜ。なるほどね。だから乃木坂46は見ていて飽きないんだよな。そうね。メンバーの個性だけでなく楽曲も魅力的だぜ。どういうこと？乃木坂46の楽曲は恋愛ソング、青春ソング、応援ソングなど様々なジャンルがあるんだよな。そうね。しかもどれもクオリティが高いんだぜ。すごいわね。乃木坂46の楽曲は歌詞の内容も深いんだよな。どういうこと？例えば君の名は希望という曲はメンバーの卒業、そして新たなスタートを歌っているんだぜ。なるほどね。このように乃木坂46の楽曲は聴く人の心に響くものが多いんだぜ。深いわね。そして乃木坂46はライブパフォーマンスも魅力的だぜ。どういうこと？乃木坂46のライブはメンバーの個性、楽曲、ダンスが一体となって観客を魅了するんだぜ。すごいわね。一度乃木坂46のライブに行ってみてほしいよな。機会があれば行ってみたいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。